説と安易な韓国政府の対応。最近、4月朝鮮半島危機説が急速に広がっている。キム・ジョンウン亡命説、米国の対北朝鮮先制攻撃説に続き、外国系企業撤収準備説などが相次いだ。発端は施設情報誌というが、根拠のない風説だ。だが、米国のマスコミが、朝鮮半島の緊張状況を連日報道し、レックス・ティラーソン内国務長官が、米中首脳間で、すべてのオプションが議論されたと話したことが、こうした状況を煽り立てた側面がある。北朝鮮の例年行事が集中する4月には、これまでも朝鮮半島危機説が繰り返されたりした。最近では、米国の航空母艦カール・ベンソン号が朝鮮半島を経って、半月余りで韓国に異例の再出動をし、緊張指数を高めた。米中首脳会談で、朝鮮半島問題解決のための顕著な成果が見られないばかりか、米国のシリア爆撃などが重なり、不安感は一層高まった。その上、米国のドナルド・トランプ政権と北朝鮮のキム・ジョンウン政権は、共に過去のどの政権よりも予測不可能性が高い。ここには、韓国政府がまともに声を上げられない状況も一役買っている。キ・キョウヤス・ファン・ギョアン大統領権限代行は、11日、外交・アボ懸案に対して落ち着いて、一貫性を持って対処することが重要だと述べた。あたかも他人事のような話だ。外交部は、危機説の根拠はないとして、米国の対北朝鮮先制攻撃説などを否定した。だが、トランプ大統領など、米国の高位政策当局者の朝鮮半島関連発言を見れば、彼らが韓国政府とどこまで緊密に協議して、韓国の立場をどれほど考慮しているか、疑問に感じざるを得ない。韓国政府は、国民に心配するなとばかり言うのではなく、朝鮮半島で軍事的緊張を高める行為をしないことを、米国と北朝鮮の双方に明確に要求しなければならない。私たちにとっては、危機説が出回ること自体が望ましくない。朝鮮半島情勢に否定的イメージを重ねてかぶせるだけでなく、金融、経済などに直接的影響を及ぼすためだ。米国が韓国の真の同盟ならば、同盟国が困難に出会わないよう、軍事的緊張を高める言動を自制するよう、韓国政府が言うのが当然だ。北朝鮮は、キム・イルソン主席が生まれた4月15日の太陽節を迎えて、ロケット発射を何度もしてきたし、今年もそうした動きを見せている。しかし、そのような行動は緊張を高め、事態を悪化させるだけだ。北朝鮮は、軍事的挑発を通じて、政権の安全を図るのではなく、対話の場に出てきて、朝鮮半島の平和に乗り出さなければならない。米国の対北朝鮮先制攻撃説というが、わざわざ公表する攻撃はないだろう。もっとも、このタイミングで、北朝鮮の化学兵器について月日を指定し、それまでに排除しない場合は、などという言葉は論外となる。それを語った途端に、韓国や日本に弾道ミサイルを発射されたら恐ろしいでは済まされない。韓国政府の安易な言動や対応は非常に低レベルであるから困る。と同時に、アメリカ頼みだけで自国防衛として今まで実施してこなかったツケであるから、韓国の責任は大きいわけで、今なお何もできない韓国では、統一はおろか、逆に北朝鮮に攻撃されて終わる可能性もある。だが、この場合、アメリカとロシア、そして中国まで加担し、
日本の目の前で大戦争となる可能性もある。日本は受け身ではなく対応できる軍備や法整備を急速に加速するべきだろうし、現状の軍備では防衛のみとなる。攻撃は最大の防御であるわけで、必要な軍備は自国防衛として設置できるように急ぐべきだろう。ただ今日の愛焼け火というわけにはいかないわけで、在日米軍やアメリカ海軍との北朝鮮攻撃に対応できる戦略が急務となる。廃業した現代大浦造船の下請け労働者、橋脚に上り20メートルの高所で座り込み、廃業したウルサン現代大浦造船の社内下請け会社の労働者2人が11日大量解雇の中止と下請けの雇用保障を求め、高座座り込みに入った。全国金属労働組合現代重工業社外下請けつっかえ会組織部長のチョン・ヨンス氏42と代議員のイ・ソンホ氏47は、この日早朝5時にウルサン北区塩浦ほらヨムポドンの旧地高架道路を支える20メートルほどの高さの橋脚の上に上がり、大量解雇、構造調整の中止、労組活動の保障とブラックリストの廃止、下請け組合員の雇用継承などを要求し、座り込みを行った。彼らは9日に廃業した現代大浦造船の社内下請け会社である東洋産業開発の労働者だ。会社が廃業した後、約70人の所属労働者のほとんどが他の業者に雇用が継承されたが、彼らを含め下請けの労組に属した4人は排除されたことが明らかになった。彼らは構造座り込みに突入してという広報物を通じて、現代重工業と現代大浦造船の構造調整が2年以上継続され、すでに2万人余りの下請け労働者らが追い出され、今後さらに1万人余りが解雇の危機に直面している。それでも正社員は希望退職として覆われた慰労金も受けて、一部保証も受けているが、下請け労働者たちはいかなる保証も慰労もなく追い出される羽目になると明らかにした。さらに基本給や手当が削減され、残業や特勤務がなくなり、給料が半分に落ちてから6ヶ月を超えた。頼れるのは退職金だけだが、それも会社が4から5回廃業し継承される間にちゃんともらえない場合が多いと訴えた。彼らはまた、下請け労働者たちは労働組合で活動しているとの理由で元請けのブラックリストに乗り、雇用継承と就職から排除されることもある。昨年の夏からこれまで下請けの労組の主な幹部の 80% が会社の廃業でほとんどが解雇された。構造調整と物量の減少を理由に雇用継承から排除され、個別の休職でブラックリストにかかり、新しく就職すらできない。ここに上る前に現代重工業の社内下請け会社に履歴書を出して休職活動をしたが、元請けが直接阻んでいるため雇用が不可能だという回答を受けたと打ち明けた。民主労ソウル産地域本部はこの日午後、彼らが座り込み中の橋脚の前で非正社員撤廃、現代重工業大浦造船の大量解雇の構造調整球団集会を開いた。現代大浦造船は大韓民国の造船会社、中小型船舶を中心に建造している。イギリスの造船海運司教専門分析機関であるクラークソン社によれば、2007年3月時点で受注残高が429万 CGT で世界第4位である。中型の石油化学製品運搬船の世界シェアは1位である。1999年に
ベトナムのビナ新造船所との合弁による現代ビナ新造船所が設立され、国外での船舶修理業を開始し、2005年に国内での船舶修理業は終了している。1975年、ヒュンダイグループの現代重工業内に川崎重工業との合弁契約による船舶修理業を目的に設立されたわけで、船舶修理業は今からが本格的だと思うが、まして自国内の客船技術は他国頼みで、修理さえもまともにできないのでは困りごとだが、内需活性化で自国内の船舶くらいは自国で対応する技術力が欲しいものである。一方で現代小浦造船がオプション含め最大4隻のエチレン運搬船 LEG 船の受注に成功している。今回の受注を含め、現代小浦造船は今年に入って総計3億ドル規模の船舶7隻を受注しており、オプション契約も6隻に達し、追加受注が期待されている。外信によると、現代小浦造船はノルウェーの船主であるソルバングと2万1009隻の建造契約を締結したロイユ。これらの船舶は来たる2019年1四半期から順次引き渡される予定であり、現代小浦造船は今回の受注と一緒に同種船2隻に対するオプション契約も締結した。船舶の価格をはじめとする具体的な内容は公開されなかったが、現地業界では席当たり5000万ドルを上回る価格で今回の契約が締結されたものとみている。これを考慮すれば、現代小浦造船が今回の契約とともにオプションまで受注する場合、総契約金額は2億ドルを超えることになる。